おこんにちは。よろしくお願いします。お願いします。はるちゃん潜入します。いや大学ってねすごいですよね。なんかこんなにいっぱいあるんですね。初めて大学の中に入っちゃう。はい。こちらです。こちららしいです。失礼いたします。すごいですよ。見てください。キュッと。あの6年間と3年間中小中のことを義務教育っていうんですよね。でこれ誰の義務かっていうと学校に行かなきゃいけない義務ではなくて、うん、我々大人が子供さんがあの学校行きたいって言ったら行かせないといけない義務、あのだから義務教育なんだから学校に行きなさいっていうのは間違ってる。これがですねあのキャンパスマップなんですけど、区内ものすごい広くて地下鉄の駅3駅分の敷地にボワーってあります。区内が一番すごいのはこの9学部31学科が一つのキャンパスにギュッといるところ、背景もバックグラウンドも全然違う人たちがあのギュッと引き寄せて、その人たちに、まあ、10分歩けば会いに行けるというところが一番いいところかなと思ってます。我々あの110人いて、うん、でそれで10人の先生が研究室持ってるんで、はいはいはい、だいたい11人ぐらいがあの担当になるんですね。そうなんですね、はい、すごいすごいすごい、なんかこういうのなんかありますよね、こういうのありますよ、こういうのすごい、あんまり見ないでしょ、これここボンベって言うんですけどゴロゴロしてるボンベボンベ、これねあのいろんな実験に使うんですけど、ボンベって色が決まってるんですよ、うんうん、で緑はね二酸化炭素でね、この灰色が窒素、窒素、はい、であとここにないですけど赤いのが水素、それからあの黒いボンベがですよ、黒いのは酸素、酸素なんだ、酸素はい、でこちらが、はい、はい、お邪魔します。あの、まあ、ここ変な匂いするでしょ、あ、本当だ、臭いでしょ。これね何かっていうとあのアミン系の吸収液って言ってアンモニアとか、あ、ぽいぽいぽい、硫黄の匂いみたいな感じにしました、うん、そうそうそう、でそれを使ってあの実験をしてたんで、うん、もうね 2,3 年前なんですけどそれでも匂いが取れない、取れないんです、取れないね。でここにね実験装置があるんですけど、実験装置、実験装置いっぱいあるんですよ、こちら、これはね何をしてるかっていうと、何してるんですかこれ、これねあのコーヒーこぼしたことないですか、あります机の上に、あります、あります、そうするとシミになるでしょ、あります、あります、でシミになった時にコーヒーってあの縁だけちょっと濃くないですか、あーで真ん中が薄い、うん、あれコーヒーリングって言うんですけど、うんうん、であれね、なんでそんなことになるのかっていうのは いまだにねよく分かってないですよ、よく分かんないですそんなことすら人類はよく分かってない。だからそれでどうなってるかっていうと、もう上から見るとまあこんな感じになってるじゃないですか、はいはいはい、で横から見ると、ね、どうなってるかっていうと、だからこうなってるんですよ、多分厚みが、縁だけ厚いで、あの実はねこうなってもらいたくないんですよね、あんまり、であのこうなってほしい、ピターってこう真っ平らにこうなってほしい、うんうん、でその真っ平らにするにはどうしたらいいかなっていうのを研究してます。めちゃくちゃ面白いですねなんでそんなことを研究するかっていうのは、まあ、別として、うん、そういうことが知りたいんですよ。すごい、これ分かります、よく見ると縁が円になってます。でこれね薄さってどれぐらいかっていうと髪の毛の10分の1とか、そう結構ですね、めっちゃ薄いですよ。だね、これの高さ測ってくださいって言われてもこれ測れないですよね。だから何使ってるかというとこちらです。ででーん、はい、これレーザー変異系と申しまして、髪の毛の1000分の1ぐらいまで高さを測れる装置なんですよね。でこいつでビーって測って高さどうなってますっていうのを、すごいっていうのがあります。ここで見るんですよね、ここでピントです、ね、ですよね、はい、そうですね。日本はどこだ、日本どこにあるか、あ、ここも見えた、え、どこにあるんですか、ここ、え、ここわかります、ここ、ここ拡大してきます、2、あ、赤い線が走ってるけど2です、2です、で、ほはここら辺にある、ほ、ほ、あ、でもこの辺にあるんじゃないですか、あ、これじゃないですか、もしかして、あ、これお、ほです、ほです、ありました、ありました、木みたいな方、
あった。あった。運だ。運。これです。ここにあります。で、あとね、面白いのが、はい、秀夫の目拡大していきます。はい。めっちゃデコボコなんですよ、ほら。あ、すごい。これが秀夫の目です。ほら、こんなに盛り上がったですよね。ね、すごいですよね。ね、お札ってなんかこうデコボコしてるみたいな。松隈先生、これは何ですか？これはですね、緊急用シャワーって言ってすごくないですか？不思議でしょ？不思議でしょ？うん、これあの下に水の排水口もないですよ。ないですよね。これ何のために使うかというと、うん、我々の化学なんで、うん、あの危険な薬品とか、うん、火とか扱うんですよ、うん、だからその薬品をかぶっちゃったとか、うん、あの袖に火がついたとかしたら、うん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 、もうここのことなんか考えなくていいからとりあえずここで水を浴びろと。開くんですか？開きます開きますあ、これ開けたらなるんかな？なるかもね、やばいですね。やばい。だけどこうバシッてやってこれで流す。ちゃんとシャワーですもんね。シャワーもね。そうです。まあ水しか出ませんけど、水お湯は出ない、ね、お湯は出ない。水のみなんです、うん、水のみということらしいです。だからね、これあれです、あの 1週間お風呂に入ってない子が使うシャワーじゃなくて、違う、ね、違う緊急用なんで、ね、緊急用水しか出ない、ね、お湯は出ない、はい、お湯は出ない。これはですね、気泡灯って言いまして、まあ、あの化学反応を起こさせるための装置なんですけど、実はあのこれはあの何のために作ってるかというと、メタンハイドレートって言って、ででん、メタンハイドレートって言って、うん、あの要はあの都市ガスです、天然ガス、うんうん、天然ガスをあの今日本はどうやってるかというと、あの、まあ、中東とかあの東南アジアから船に乗せて運んできてるんですよ。戦争してるようなところからタンカーで運んできてる。怖い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 。それでも使いたい。だけどあの日本では取れないのかっていうと、実はメタンはあるよってことが分かってきて、あるんですか？はい、20年とかぐらいで。でどうなってるかというと、メタンハイドレートっていう形で、なんかね、氷みたいなんですけど、あのメタンが入ってるから火つけて燃えるっていう不思議な物質があるんですよ。でそれがね、あの日本の近海にもあるっていうことが分かってきたんです。でどれぐらいあるかというと、大体その日本が今使ってるあのメタンの量でいくと、大体100年分ぐらい。おだから、まあ、皆さんというか、あの、お子さんの代ぐらいまでは大丈夫ですよ。よかった。そう、があるんですよ。でもね、取れない。取れないですよ。なんでかというと、あの深い海の底に住む、数千メートル。で数千メートルのところから取り出そうとしたら、あのいろんな人がね、いろんな方法で研究してるんですよ。でね、あの取れるっていうことは分かった。分かった。地球っていう船があるんですよ。地球っていう船、これ面白くて、あの世界に一つしかない船なんですけど、うんうん、自分の船のね、あのこの甲板っていうか背中に長いパイプをね、何千本、何百本積んでるんですよ。でそいつをね、こう継ぎ足して自分のその船底からどんどんあの下ろしていけるんですよ。でそれでこのメタンハイドレートがあるところをブスって突き刺して、それでメタンハイドレート、おー取れましたねってこれ分かったんですよ、はい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 、だけどこの取り方をしてたら何がダメかっていうと、取るときに使っちゃったエネルギーの方がその取って使えるエネルギーが多いわけですよ。それは何そうになっちゃうから、うんうん、だからそうじゃなくて取れる方法っていうのをみんながいっぱい考えてるんですよね。でその一つがこいつです。でこいつどうするかっていうと、パイプをずーっとそのハイドレートの層まで下ろして、うん、で途中からガスを吹き込むんですよ、メタンガス、うん、そうすると小手と同じようにボボボボって上昇力が起きるから、それであの掃除機みたいにして吸い上げよう、そういう装置。それだったら確かにあんまり力がなくいける、うん、そうコストかからずいけそうかな。これはプラスチック球なんですけど、これね比重が 1.5 ぐらいあるんです。要するに水に沈むんですよ。水に沈むものがブワーってすごい勢いで、ここの中をあの上がってくるっていうのが分かったんで、うんうん、もう取れるんちゃうかなって。あ、じゃあ、取れる未来は近いかもしれない。で、これなんか夢物語みたいですけど、これあの国のプロジェクトの一つだと思うんです。おー。だから、なんとか重工とか、なんとか造成とかっていう、その超一流の大会社が本気でやろうとしてる。すげー。っていうものです。すごい。生徒はここら辺に座って、まあ、後ろの方から埋まっていくんですけどね。なんでなんですかそれは。だってあまり授業聞きたくないもん。そういうこと、うん、そう後ろの方で、ね、スマホいじってたりから、すごい。あんまりここに登ったことないんじゃないですか、ね、ちょっと登りたいです。登ってください。ここがあったってここでこう授業するわけですよね。でこうおいそこ寝るなっつって
相対性理論というのがありましてですね、E イコール MC の事情という公式があるわけですよ。うんうんうん、でこれは質量とエネルギーが等価であるという、そういうことを表している式なんですけど、はい、であとはこれは高校かな、中学かな、こういう二次方程式がありましてですね、こいつの解は、なんだっけ、忘れた、効果 B の事情マイナス 4AC、 こういう公式を覚えさせられるわけですよ。眉を乗せてですね、眉を乗せてここを開けて C 目でこちらになります。はい、これが破壊検査、はい、ここの薄い部分が眉ですね。眉でここの中に入ってるこいつが多分そのお蚕様の、お蚕様ですよ。本当はこうした状態の後ね、この金を取るんですけど、その取ってないままなので、はい、お蚕様がまだ中にいらっしゃるという。なるほど。まあ、回していくと、こう今ずっと回ってるんですけど、中ってこんな形でいらっしゃる。ご臨終されたご蚕様様。はい、そういうことが分かります。すげえ。これが X 線です。次はこれどうかな、電池です、バッテリーいきます。よしよし、 X 線をここにいますね。これが感熱の底。おーで、ここが棒で、ここにこう電気を貯める部分があるんですね、多分。だからね、これアルカリ電池とか、うん、なんとか電池とかってあるじゃないですか。マンガン電池ですか、うん、あれによってね、構造が全然違うんですよ、実は。今のは何電池なんですか？わかんないです。わかんない。ちなみにこの装置は多分、マンションが買えるぐらい。うん、マンション、うん、ということは、運転版でございます。運転版でございます。大丈夫じゃない。あまり大丈夫じゃない。はい、私が安全確認よしって言いますから、はい、そしたらまずこの赤いボタンを押してください。はい、そしたらピーって音がします。はい、でこのボタンを押したまんまこのドクロを押すと発射する。ドクロ。ドクロだ。なかなか怖いですよ。なかなかないですよ。はい。いいですか。はい。では、はい、安全確認よし。はい。行きます。はい、3、2、1、どうぞ。おお。待って、あ、取れますよ、これ。取れる。取れる。ああ。おお。キャッチ。おめでとうございます。やったー。松本先生、今日は本当にありがとうございました。いやいや、本当に楽しかった。とても楽しかったです。あ、こちらこそ。また来たいです。はい、ぜひ来てください。ジャケットもすごい、これ見てでかいじゃないですか。でかい、すごい。でかい。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。また来るんで、はい、よろしくお願いいたします。はい、失礼します。はい、ぽいぽーい。はい。はい、じゃあまた。また、ありがとうございます。失礼します。はい、今日の感想は、今日楽しかったですか？はい、うん、楽しかったです。どういうところが楽しかったですか？今まで大学のキャンパスというか大学に入ったことないから、はい、ないから良かったです、うん、憧れでした。まず顕微鏡を見たんですよ。なんかお札見たら日本って書いててすげえじゃんと思って、最後ですよ、ロケットを打ち上げたんですよね。すごかったよね、40m ぐらいポコポコポコって言ってすごい出たんですよね。またやってみたいですよね。今度は作るように。次回はロケット作ってくださいね。今度大きい170センチぐらいのやつ。ぐらいのね。4月にまた上げる。らしいので、もし見られたい方は、ぜひ、副大の松川先生に連絡してみてください。また上松先生とも一緒に飛ばすっていう話。ね、おっしゃってましたよね。なので、ロケット花火。ロケット花火じゃない。そういうのとか。ロケットね。はいはい、まあ良かったです、はい、大学というか副大が、福岡大学がどういう大学か分かりました。初めて私学って知りました、ね、やっぱり規模感がでかいのはそれなんだろうと思いました。なのでまた潜入捜査しますので、はい、また行きます。はい、はい、ではでは、ありがとうございました。バイバーイ。